さらにフィーラー、あ、結構やっぱり変わってきています。ユニットをかなり変えてきました。テーブス、長野とのマッチアップです。またハイポストに行く、そこを返してテーブス、カイドスリー、ブザービーターです。19対3の数、確率ということでいうと2本打った、フィーラー、フォトゥ、それから竹内康介と3人います。そしてテーブス海も体圧の強い選手、ギャップを作られました。ちょっとこのワンオンワンのスキルに少し長野が翻弄されました。体強いですからね。そうですね、というこのポイントがどうでしょうか。ただしかしすぐさまテーブス海、テーブス海選手タッチがね、素晴らしいですね。いや、ワンハンドでパスを出していきました。スコットからまたタップパス、そしてテーブス、スリー、このチェンジオブペースについていけない三河。渡辺、ホトゥ、そしてテーブス、うわーっと、しかしこれをチェイス・フィーラー見事にねじ込んでいきます。テーブス海には隅野がチェックに行っている。そして今度はスイッチしまして、セーファーというところ、これは早い合わせた、テーブスからフォトゥーです。1分30を切ってきました。スクリーナーは竹内、そのままピックアンドロール、まあそのままドライブ入っていきました。一方宇都宮は完全に上昇ムードです。テーブス海のややトリッキーな動き、ビハインドのバックからスルーザレッグ、そしてロングレンジからスリーを打ってきて、これを沈んでいた。すごい個人技です。はい、テーブス選手、アウェーでの連勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日は手元の資料ですと15得点3アシストと素晴らしい成績だと思うんですが、振り返っていかがですか。そうですね、まあ、昨日はずっといいゲームをして、自分たちのバスケットをして勝てたので、今日も全く油断せず同じことをして、自分はアグレッシブにプレーしたいと思って入ったので、それができてよかったです。今日、見ていてですね、非常にシュートタッチが良かったんじゃないかなと思いますが、このあたりどうですか。そうですね、まあ、今シーズンは思い通りにシュートが入らない時もあったんですけど、やっぱりアグレッシブに打っていくっていうのがやっぱ大事なので、今日は入ってよかったです。今日対戦相手の三河チームの印象を教えてください。三河は本当にオフェンスの能力がすごくて、勢いに乗らせたら止まらないチームなので、それをなんとか止めるためにリバウンドとディフェンスを頑張るようにしました。はい、最後にファンの皆さんへ一言メッセージをお願いします。ブレックスファンの皆様、画面越しで応援してくださる皆様、本当に、応援ありがとうございます。これからも頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次節も頑張ってください。ありがとうございます。ということで15得点、まあ、アシストの方も3アシストということで、20分40秒のプレータイムだったんですが、非常にこう特に最終盤のあたりはまたワンオンワンのスキルも出しましたね。そうですね、最後のアシストですね。そうですね、はい、痺れましたね。